十勝はですね、全国でも有数な砂利どころ。砂利っていうのは、我々の生活の中で、本当に欠かせない。砂利がないとですね、我々本当は道路にも走れないし、橋もできない、建物も建たない、僕らの生活の中でなくてはならないものです。公共事業が主体の受注先でありますので、仕事がですねどれだけあるかなかなか予測がつきません。車両、ダンプ、機械、燃料費、もう月に軽く1000万を超えていきます。安定的に経営していくか、その中で経費の方をですねコントロールしたいなっていうのが一番の目的で、セールスフォース導入を決めました。当社には80台近くの車両だったり機械があります。それを管理していくために、その車両ごとの詳細情報、メンテナンス情報、車検の情報だったり保険の情報だったりということを登録しています。いつ何が壊れた、いつ何にお金をかけた、出るお金っていうのを分かることによって次の予防策を打てるなと。原材料を調達している原石はプラントから生産された商品、そのできた商品を提供している一つ一つの工事現場、その辺を含めて全部管理しています。受注した品目、数量、単価、それを入力しまして見積書を作成、請求書の発行をすることができます。またプラント原石搬入、砂利出荷、数量集計、一目で分かるようにしています。どうしても経験と技術が伴う業界なんで、技術をですね継承していかなきゃいけないと。みんなの頭の中に入っているものをですねどん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 引き出したいな。時間を有効に使うことが生産向上であったり、休日の増加、もしくは残業の減少、そこですねもっともっと確保したい。セールスフォースをうまく活用し安定的に経営していくかというふうに考えています。